はい、お噂をすればということですか。話していたら伊藤七段が入手されましたね。すごい素敵な、そうですね、似合い、お似合いですね。はい、はい、藤井聡太竜王が入室されました。2ヶ月ですか、すごい見ていてもドキドキしてきますね。そうですね、まあこうそうですね、こう並べながらこう、ね、対局するとき駒を並べてながら少しずつこう気力、気持ちを、ね、高めていくところは棋士はあると思うんですけれども、はい、それがまたこの、ね、一番の将棋界の一番の大舞台というところの開幕戦なんで、より見ててね、こっちにもこう迫力が伝わるというかね、うん、すごい珍しいですよね、駒台。そうですね、はい、伊藤匠七段はこうあまり変わった感じはないですね、普段通り。私だなんか一局対局したことあるんですけれども、はいはい、特にこう何ですかね、違ういつも通りといった感じで、さすがですね、初めての大舞台ですけど。でこれから振り駒ですね、はい、はい、こう布を広げてその上に、まあ、駒をこう振るというスタイルですかね、はい、はい、まあ、表が多く出れば、まあ、今回はタイトル保持者の藤井竜王が先手ですね、裏のが出れば。振り駒です。藤井聡太竜王の立戦です。金が4枚です。おそらくと金が4枚でしたかね、はい、なので、伊藤匠七段が先手番になりましたね、はい、その時やっぱりこう先手、1局目先手欲しいとかいやあると思うんですよね。もちろんあの交互に来るんで、まあ、これでねどちらかが飛車を振ったりしたら、振り飛車をしたりしたらもう大ニュースですけれどもそうですね第36期竜王戦七番勝負第1局1日目、藤井聡太竜王対伊藤匠七段、いよいよ対局開始です。帝国となりました第36期竜王戦七番勝負第1局、伊藤挑戦者の先手番で対局を開始してください。お願いします。
初手は2六歩でしたね。そうでしたね、はい、はい、した手ですね、はい、はい、そしてまあ矢倉にはなりにくい初手ですね、はい、角換わりと、相掛かりに関してはこの2六歩からはバラ、選ぶことができる戦型ですけれども、はい、矢倉はちょっとね、こう可能性が減りましたね、はい。藤井竜王はいつもお茶を飲まれてから整えてから刺されますよ ね、はい、カッといったところですかね、はい、まあ、こう数手刺したところでね、関係者の方々は、はい、まあ、一旦退席、まあ、でも藤井竜王もね、本当こうテーマの曲というか、はい、もう大事な局面をこう惜しまずに、時間ね惜しまずにこう結論出るまで使いますもん ね、はい、追求してこう考えるタイプですから。そうですね、思うんですけど、うーん、村中先生の予想手話とお聞きしようと思ったら4五歩と。これは4五歩ですか。そして本局初めて大きく数字が動きましたね、比較的。お、そうですね、はい、なんかここで金とか打ってどうかなと思ってたんですけど、はい、あ、手厚いですね。向こう逃げられた。封じ手時刻の6時となりました。同挑戦者、次の一手を封じてください。はい、今合図がありましたね、はい、あ、封じました。すぐに、はい、封じられました。うん、ある程度そのなんか将棋の方向がかなり限定される感じがありますね。参加してみたいですもんね、みんな。いや本当にね、ね、2通ありますね、はい。で対局者の、藤井竜王に渡しして、はい、お渡しして、はい、あ、今藤井竜王がお書きになられてて、ね、赤ペンで、はい、あの角にこうサインを入れて、あ、はい、いつもあの副立ち会よく、ね、あ、はい、あので現地とかにも行かれてますので、はい、副立ち会の方もサインしてあるんですね。あ、副立ち会はもう時間に余裕があるので早い時間にも、あの封筒に名前だけ入れておりますね、はい、立ち会の先生と副立ち会の先生の先生もそうですね、はい、サインもしてあるんです、ね、してあるんです、はい。あ、はい、あ、無事封じても滞りなく、はい、で伊藤匠七段が51手目を封じ、第1局1日目が終了いたしました。ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤彩香です。アベマならご覧の番組をフルで見放題。詳しくはここをクリック。